ハドソン株式会社ハドソンはかつて存在した北海道を発祥とするゲームソフト開発販売会社。2012年3月1日をもって当時親、会社であったコナミデジタルエンターテインメント KDE に吸収され2013年12月31日まで同社のブランドとなっていた。1973年5月18日、工藤祐二。 現在のペンネームは、三遊亭アホマロにより、札幌市とよひら区にアマチュア無線ショップとして創業。1970年代後半にパソコンのソフトウェアの制作で頭角を表し、1978年には日本で初めてパソコン用のソフトウェアを販売した。1980年代初頭には、高い技術力でパソコンソフトメーカーの大手となる。 シャープのパソコン用の不ベーシックと呼ばれるベーシックインタープルタや X68000 の OS であるヒューマン68キロやそのグラフィカルのシェルであるビジュアルシェル等を開発していた。任天堂がファミリーコンピュータを発表した際、まだブームになっていない時点で接近を図り、任天堂発初のサードパーティとなり、以降家庭用ゲーム機向けソフト開発がメインとなる。自由な風のもと、 独自の企画を行っていた。特に、ハドソン全国キャラバンや、高橋名人は、人気自動車で、積極的に、タイアップされたことから、当時の子供世代にとっては抜群の知名度を誇る。また、自社でのハード開発にも乗り出しており、日本電機ホームエレクトロニクス株式会社と組み、1987年には、ハドソンが独自に設計開発した、CPU。 サウンドチップ、画像処理チップなど C62 システムと呼ばれる Hack62 シリーズを搭載した家庭用ゲーム機 PC エンジンを発表しソフトメーカーながら高い技術力の片鱗を見せた1994年12月に発売した後継機種である次世代ゲーム機 PCFX の音源や動画処理などのチップセットも PC エンジンと同様に ハック62シリーズが採用された。1998年11月にメインバンクである北海道拓殖銀行が破綻して、以降は資金繰りが難航して経営が悪化した。2001年にコナミ、後のコナミホールディングスが筆頭株主になり、2005年には子会社化。その後2011年にコナミの完全子会社になり、 翌2012年には KDE に吸収合併され、法人としてのハドソンは解散した。その後は、ブランド名として、ハドソンの名が残されていたが、2013年年末に、同ブランドが、名実ともに消滅することとなり、2014年1月より、コナミブランドに統一されている。札幌市と平区に、アマチュア無線ショップ C 級ハドソンとして創業。創業者の工藤裕二は、 北海道ニセコ町出身であり、日本大学理工学部卒業後、名古屋でサラリーマンをしていた。しかし在学中から行っていた、自ら撮影した蒸気機関車の写真を販売するサイドビジネス、グループハドソンプロダクションで資金管理に関して無知だったために信頼していた、人間に金を持ち上げされるなどトラブルを多く抱え、本業も退社し、失意のうちに帰郷していた。 当初は喫茶店を開業するつもりだったが、同一建物内で別の借り主が喫茶店を開業したため、急遽無線ショップに変更したとも言われている。なお、上記のトラブルを踏まえ信用できる人間を使うという意味で、当時北海学園大学法学部2年生だった実定の工藤博を中退させ、経営サイドに引き込んでいる。ただし、 アマチュア無線販売時代のハドソンはほぼ毎月赤字だった。1970年代今つ、工藤裕二がアメリカでのホビーパソコンのブームを伝える雑誌記事を目にし、米国への視察旅行を行い、そこで高額なパソコンを購入し持ち帰った。その後パソコンの販売は元より、アメリカ視察で購入したパソコンで組んだソフトウェアの制作、販売を手掛けるようになる。 当時は同じ電子機器を扱っているからという理由で多くのアマチュア無線ショップがパソコン販売会社に倶楽会していた。ソフトウェアに関しては当初はパソコンを購入した客が自力でプログラムを開発できない場合のおまけとしての存在だった。この時点のハドソンにはまだ開発用の機材がほとんどなく顧客に販売するコンピュータを納品の前日にこっそり開梱し、 プログラムを打ち込み、当日朝には再度梱包して納品するという、ある種の自転車操業を行っていたこともある。なお、ソフトは、店頭販売も行っていたが、ローカル都市の一ショップであり広告宣伝もさほど行っていなかったため、知る人ぞ知るという状況だった。一方で、ショップは、次第に、北海道大学の学生などを、おもとした札幌市内のパソコンマニアの溜まり場となった。 中本真一など一部の学生はアルバイトとして自らソフトを開発し、それらのソフトも店頭で販売するようになった。パソコンに倶楽部してからもいつ潰れてもおかしくない資金繰りだった。しかし1979年、ハドソンが扱っていたパソコンの販売元シャープのすすめで月刊マイコン、電波新聞社昭和54年7月号に、 オリジナルソフトウェアの通信販売広告を掲載すると一転、郵便局員が毎日のように現金書き止めの詰まった白い袋を担いでくる状況になり、莫大な利益を得ることになった。当時のハドソン社内では郵便局員をサンタクロースと呼んでいた。以降、パソコンソフト開発で高い技術力を発揮し精力的に作品を発表し、 一躍ハドソンは日本を代表するパソコンソフトメーカーとしての認知を得る。ただし、当初は主にシャープの MZ シリーズ、X1 シリーズ用のベーシック、不ベーシックなどを手掛けており、日本で圧倒的な人気があった NEC の PC-8000 シリーズ用のソフトを開発していなかった。そのため、ハドソンの名前は当時のパソコンのライトユーザーには浸透していなかった。 1981年には、孫正義氏率いるパソコンソフトの流通会社である日本ソフトバンクと独占契約を結び、上新電機をはじめとする全国の主なパソコン販売店の店頭でソフトウェアが販売される体制を確立し、なおソフトバンクの歴史でハドソンの存在は必要不可欠と言われており、現在も孫は駆動兄弟を恩人と呼び、 ことあるごとに例を書かしていない。なお、日本ソフトバンクのソフトウェア流通部門は、その後右右曲折を経て、2013年現在はソフトバンクテクノロジーの一部となっている。1983年に、任天堂が家庭用ゲーム機ファミリーコンピュータを発売。ハドソンは、この時期にファミコン向けベーシック言語、ファミリーベーシックを共同開発した。 これを契機にファミリーコンピュータ用ゲームソフト開発に乗り出す。主にパソコンソフトの開発者をそのままファミコンソフトの開発を担当させたため、ハドソンのパソコン事業は徐々に規模を縮小していくことになったが、この方針転換は当時専務だった工藤博士がデパートの丸井舞札幌店。当時はハドソンのアンテナショップも置かれていたにて、 ファミコンのドンキーコングを遊んでいる子供たちを見て、このゲーム機はいずれパソコンでのゲームを追い抜くと判断したことによるもので、創業者の工藤雄二もその判断を指示したため出る。事実上、初のサードパーティーとなったことで、初期参入会社と同様に、任天堂からソフトの年間発売制限数の緩和やロイヤリティのなど、優遇措置を受けることになり、ハドソンはファミコン黎明期に、 ヒット作を連発しファミコンのソフトメーカーとして一躍、名を馳せる。高い社と決定的に違ったのは、社内に自由な空気があり、積極的に独自の企画を生み出したことである。全国各地を巡業するゲーム大会、ハドソン全国キャラバンや16連打でスイカを割る高橋名人は、小学館のコロコロコミックを筆頭に、自動詞で代々的に取り上げられ、 高橋を題材にした、高橋名人の冒険島の他にも、忍者ハットリくんや、ドラえもん、ロードランナー、桃太郎伝説などが100万本以上のミリオンセラーを、記録るなど、ファミコン人気を、決定的なものにした。PC エンジンには、PC エンジンや、天外魔鏡等の代表的な作品、シリーズだけでなく、R タイプ、E3E、e、など、極めて完成度の高い移植も手けている。 その他にも、スーパー、桃太郎電鉄 E や、桃太郎電鉄7がミリオンを達成したり、1998年の時点で、ボンバーマンシリーズが累計販売本数1000万本を突破するなど、様々なプラットフォームでゲームソフトを供給するソフトメーカーのオスとして存在を示した。2005年に、 コナミの子会社となったイゴも吸収されるまでゲームソフトの供給を続けており2008年発売の Wii 用ゲームソフトデカスポータ Wii でスポーツ10種目は全世界累計約277万本を販売しイゴシリーズ化されたハドソンは本来技術者の集団ということもありニンテンドーのサードパーティーとしてファミコンブームの立役者としての立場に甘んじることなく 独自のハード作りにも乗り出した。1987年に日本電気ホームエレクトロニクス NECHE と共同開発した家庭用ゲーム機 PC エンジンはハドソンが独自に設計開発した CPU、サウンドチップ、画像処理チップなど C62 システムと呼ばれる HAC62 シリーズを搭載しており実質ハドソンが開発したゲーム機であり 当時のライバル機である任天堂のスーパーファミコンやセガのメガドライト日本を含め世界市場で派遣争いを展開した。全世界累計の販売台数は1000万台を記録している。1994年12月に発売した後継機種である次世代ゲーム機 PCFX の音源や動画処理などのチップセットも PC エンジンと同様に ハック62シリーズが採用されたが、当時次々と発表された競合ハードである、プレイステーション、セガサターン、ニンテンド64の 3D 性能に対抗すべく、急遽 PCFX に搭載する予定だった。3D ポリゴン用チップの開発が間に合わず、結果として、PC エンジンの延長線上で、ある従来型の 2D ゲーム路線のソフト開発がメインになってしまうなど、 急速に発展する 3D ゲーム市場からは後進を廃してしまい、本機を最後にハード開発から撤退することになったものの、長年 NECHE 系列のファーストパーティー的な存在であり続けた。1990年代末、メインバンクだった北海道拓殖銀行の破綻により、資金繰りが悪化。携帯電話向けの事業に乗り出すが、経営状態は好転せず、 2000年代に入って、コナミの資本が入るようになり、2004年には創業者が経営から完全に手を引き、2005年にはコナミの子会社となる。同時に特徴的であった自由な社風も社内からなくなった。2007年に本社を東京ミッドタウンに移すが、ヒット作がほとんどなく、2008年には社長を退任した遠藤や、 マリオパーティシリーズのスタッフが ND キューブに移籍。コナミの完全子会社になった2011年は、高橋名人が退社、桃太郎電鉄シリーズの佐久間明も、長年付き合いのあったハドソン社員が退社したことが、きっかけで起こった確執を経て決別。事実上、桃太郎シリーズ打ち切りと、同シリーズの著作権をコナミと他社に譲渡せず一旦永久に封印するという事態が起きた。 そして翌2012年に KDE に吸収合併する形で法人としてのハドソンが消滅した。なお、消滅後も当初は、定裁上ハドソンブランドのサービスは継続されていたが、バーチャルコンソールでのラインナップの追加以外には目立った。動きはなく、2013年末をもってハドソンブランドが消滅。これらのアーカイブもすべてコナミブランドに統一され、翌年の2014年も日付で、 ハドソンブランドの公式ホームページも閉鎖され、名実ともに約40年の歴史に幕を下ろした。コナミブランド統一後、数は少ないものの旧ハドソンブランドのシリーズ新作が発売されている例がある。ただ、携わったスタッフが異なる場合もあり、いずれも少なからず従来のシリーズとは路線の異なる部分が存在している登場キャラクターのデザイン等。桃太郎電鉄シリーズは、 佐久間と小ナミとの決別により沈黙期間が生じていたが同シリーズを手掛けていたスタッフが在籍するバルハラゲームスタジオが開発、任天堂が発売元となる形で2016年にモモタロー電鉄2017立ち上がれ日本が発売。ボンバーマンシリーズに関しても同じく沈黙期間が生じており2014年2016年に それぞれ一作ずつスマートフォン向け新作が発表されているのみ、ボンバーマン対戦。ボンバーマンであったが、2017年3月にコンシューマー向けにシリーズ新作が発売。こちらは新規スタッフが多く在籍するヘキサドライブが開発、KDE が発売元となる形での発売、スーパーボンバーマン R。 ハドソンの社名は、熱狂的な鉄道ファンでもあった創業者、工藤祐二が、国鉄 C62 系蒸気機関車のハドソンがあったという、車軸配置から取ったものである。工藤は、大学在学中から、サラリーマン時代にかけて、サイドビジネスとして自ら撮影した、蒸気機関車の写真を販売しており、その際に用いていた社名も、グループハドソンプロダクションだった。 駆動の鉄道趣味は止まることを知らず、社名のみならず、ハドソンの社内にも鉄道関連のトリビアが溢れていた。社長室には常時組み立て中の鉄道模型が置かれ、駆動が C62 系の2号機が好きだったことから、本社の入り口にも C62 の部品が飾られていた。また、会社の代表電話番号の末尾4桁は4622で、さらには郵便番号を C62 にちなんだ062にするため本社をわざわざ北海道札幌市と夜平区に置くこだわりぶりだった。また、かつて札幌芸術の森の隣接地にあった中央研究所の屋上にはライブスチームの線路が付設され専属のメカニックが配置されていたほか研究所の大会議室ではテーブル中央に鉄道模型のジオラマが置かれ C62 の模型が走っていた。その模様は NHK スペシャル新電子立国でも取り上げられた。1988年から1995年まで C62 ニセコ号を運行していた北海道鉄道文化協議会通称鉄文協ではスポンサーの一社を務めていた。C62 運行のスポンサーが集まらず、 鉄分鏡がお宅の社名のハドソンというのは C62 の社軸配置の通称なんですよ。その縁で協力してもらえませんかと依頼したところ、そこで初めて工藤も C62 好きであることを知り、二つ、返事で協力に至ったという。また、他の趣味として、古銭の収集があり、社内に東洋鋳造貨幣研究所という古銭専門の研究所を設け、 中央研究所の建物内に、郊、泉書という古戦博物館を開設していたほか、博物館名と同じ、片、泉書という機関の研究士、1992年から1998年も発行していた。これは1990年代末に経営難に陥って、以降はこれらの活動は順次的に廃止されていった。 1980年代半ばのハドソン関係者が口々に言う会社の自由な空気は社員のみならず社長自身もそれを体現していた中でも1986年の社員旅行はバブル景気の初期であったこともあり貸し切りジェット機でハワイ旅行という一般企業ではあまり例のないものであった車掌はハチでハチスケとも呼ばれているハドソンのゲームソフトに ボーナスキャラ隠れキャラとして古くから数多く登場している。由来は北海道のアマチュア無線のエリア番号が8、8であるため同音である8を採用したと言われている。当初は c q 8女と呼ばれていた。これは高橋の勘違いであり、実際は J8 a 助である。理由は当時のアマチュア無線の北海道のコールサインが JAA。 8でで始まっていたことによるものである。ものあハドソン全国キャラバンとは、ハドソンが1985年から行っていたゲーム大会のこと。最大の特徴は、キャラバンの名にふさわしく、北海道から沖縄まで全国各地を巡業していたことである。各都道府県の政令指定都市にとどまらず、他の都市でも行われた。最大は、第2回の40都道府県。 65会場である。2009年4月から2011年4月末までに本社体制となっていた陶器場本店は東京本社。かつては大阪、名古屋、福岡等にも事業所を設置していた。市ヶ谷田町に札幌土境内を模した東京支社ビルを用していた時期もある。これらはハック62シリーズとして、 pc エンジンのチップセットとして使われた実用ソフト言語 OS ゲーム任天堂製ファミコンソフトの移植アレンジ移植を含む16ビットパソコン日本電気ホームエレクトロニクス NEC ホームエレクトロニクスとの共同開発は筆頭提供番組いずれも複数社提供を楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください